愛知県の理科の問題は他県に比べて難しい方ですが、文章がない問題が多いので時間が取られてしまいます。対策を教えてください。多いっすか。あのね、理科って何で難しいって感じるかっていうと、一つは計算問題が多いっていう点、もう一つは文章が長いっていう、二つで難しくしてるイメージなんですよ、僕の中では。文章が長いものに対して難しいと思う子は、文章を要約する練習した方がいいと思うんですよね。うちの生徒にも言ってるんですけど、そうすると文章短くなるんで、難しいって考えがあまりなくなったりとかするんですよ。で、そういうのをやってみるっていうのは手なんじゃないかなと思いますね。あと、時間が取られるっていうのは相当遅いと思います。だから知識不足になってる可能性が高いと思いますね。基本的に理科ってそんなに時間取られないので、なのでおそらく時間取られてしまってるんで、理科自体の知識が足りてないんじゃないかなと思います。だからしっかり埋めれば時間対策になると思いますね。知識がないのに考えてるから時間が足りないだけだと思います。